中盤から面白いアキアニメ教えます。アキアニメもそろそろ中盤に差し掛かったということで、かなり豊作で盛り上がっているアキアニメですが、この中盤時点で人気と評価がぶち上がってる2023年アキアニメ何選を紹介していきたいと思います。今回の動画では放送中盤時点で序盤よりもかなり面白くなった作品、これは絶対に見てほしいと思った作品を様々なジャンルから何作品選んできたんで、今回はこちらを紹介していきたいと思います。それでは本編です。1作品目、早々のフリーレン。早々のフリーレンは正直紹介する必要ないんですけれども、今ねとんでもないことになっていて、もはや化け物の領域に達してしまっているんですよね。アニメトレーニングの方は5週連続1位で、正直5週連続1位は他のクールでもなくて、終盤だと神回ついて海外ランキングを連続で1位を取る、そういった作品はありますが、早々のフリーレンは中盤時点でこの人気となっていて、初回4話生き放送の特性が存分に生かされているんじゃないかなと個人的には思っています。今期アカデミーの覇権争いは呪術廻戦、スパイファミリー、影光、早々のフリーレン、クセラにていること、この5作品の覇権争いになるかなと個人的には思っていましたが、早々のフリーレンは新作覇権としてはダントツですし、続編を含めても覇権作品といっても過言じゃないくらい盛り上がっている状態になっています。序盤から相当盛り上がっていましたが、中盤に入ってからまたさらに盛り上がっていて、勢いが止まらない状態になっていて、ガチですごいです。これは今後の評価はどうなっていくのか、どこまで伸びていくのか期待大です。2作品目、ヘルク第2クール。うすうす気づいている方もいるかもしれませんが、今回のこの動画ヘルクを紹介するために作ったと言っても過言じゃないくらい、この作品の話をね僕自身がしたかったんですよね。そして石尾さんもヘルクの面白さに度肝を抜かれて、動画のコメント欄でヘルクが今面白すぎる、絶対に見てほしいとコメントしてくれてもかなりいたんで、このタイミングで絶対紹介したいなと思ってました。コンスキャン連続にクール放送の作品で、ワンクール目は修理学や人間の勇者である主人公ヘルクの面白さが印象的だったと思うんですが、正直序盤は盛り上がりには欠けていて、序盤で切ってしまった方もかなり多いんじゃないかなと思います。ですが2クール目からついにねヘルクの過去を明かされて、ここからこの作品の本当の面白さが描かれて、ヘルクに対する評価や印象がガラッと変わったんじゃないかなと思います。ヘルクは序盤で何度も口にしていた人間滅ぼそう、この言葉の本当の意味が今現在明かされていて、今は毎週続きが気になって原作の方を読み始めた方もかなり多いんじゃないかなと思います。このヘルクの過去はとてつもなく重くてシリアスな話なんですが、ここで序盤からずっと描かれてきたヘルクの謎が一気に回収されていくんですよね。これがありえないくらい面白くて、まあ確かネタバレなしで伏せて話してきましたが、これはねまだ見てない方にはねぜひともね見てもらいたい、そんな作品です。3作品目、シャングリアフロンティア。コンスケは連続2クール放送の作品ということもあって、序盤はかなり丁寧なペースで物語が進んでいました。なので序盤段階では盛り上がりに欠けるところもあったんですが、シャングリアフロンティアは中盤に入ってからギアがしっかりと上がって面白さが倍増してますね。前は引きもかなり良くて続きが気になって原作を見始めた方もかなり多いんじゃないでしょうか。特に盛り上がったタイミングは3話の三楽 VS リカオン、3000万人のプレイヤーが誰一人攻略できてないユニークモンスター謎の最強者の威嚇野獣のリカオン、このモンスターと主人公が戦うシーンが描かれていくんですが、この戦闘シーンの迫力はエグすぎましたね。ここで引き込まれた人はかなり多いんじゃないでしょうか。いやこのクオリティにくる駆け抜けたら放送後の評価もねトップクラスになると思うんで、ゲーム系の作品や見応えのあるバトルアクションの作品が好きな方はぜひ見てみてください。それと明日進むごとにメインキャラクターでそれを始めて、そこからめちゃくちゃ面白くなってるんで、これは今後ますます楽しみな作品かなと個人的には思ってます。4作品目、アンダー忍者。この作品は正直なところ好き嫌いがねはっきり分かれるような作品ですが、個人的にすごく面白くて前は楽しんでいる作品になります。中盤時点でこの作品の全体像が見えてきて面白さのレベルが一気に上がった、そんな印象がありますね。あと動画のコメント欄でアンダー忍者をねおすすめしてる視聴さんが結構いたんで、今回動画の方でも紹介していきます。この作品の舞台はおよそ20万人の忍者が潜伏している世界線の現代日本で、彼らは配達ドライバーや区役所の職員、コンビニ店員といった姿で養子飲んでいて、主人公の雲隠れ黒はいわゆるニートにしか見えないんですけど、これも忍者になります。この忍者という存在は平凡な人間に見えますが、各々が高度な忍術を使えてで、この忍者の戦闘方法っていうのはファンタジー作品のような力ではなく、日常の延長線上にあるような技能というところで、これが見ていてリアリティもあって面白いものとなっています。職にあぶれた末端忍者の主人公クロは買い負けタバコと爪楊枝を組み合わせた吹き矢をストローカー飛ばし、暇つぶしがたら腕を磨いていたり、パルクールのような壁歩きによってトイレットペーパーを取りに行くなど、現代人の日常に密着した忍術のあり方で、このフィクションとリアリティが交差するこの世界観が癖になるんですよね。あとこの作品はストーリーの大半がシュールな笑いで構成されていて、全員ボケと言っても過言ではないくらい思わずね突っ込みたくなるような面白要素満載で、このシュールさもね癖になってめちゃくちゃ好きです。そしてアンダー忍者は忍者たちのバトル描写も面白くて、この独特な世界観の中で起点を聞かせ相手の裏を書いたり騙し討ちを仕掛けることで勝利を収めようとする、この忍術要素はこの作品特有の魅力でめちゃくちゃ面白かったです。その他にも絶対に予想通りにはならない予測不可能な展開や、ぬるっとしたリアル感を感じさせるキャラクターの動きを見つかったなど、かなりねアンダーグラウンドな作品なんですが、一度ハマったらね抜け出せないような面白さがある作品なんで、ぜひチェックしてみてください。5作品目、引きこもり吸血鬼のモンモン。引きこもり吸血鬼のモンモンはかなり面白
いですね。序盤は相当つかみがくて面白かったんですが、序盤の評価としてはまだこの作品の面白さが全て書いてなくて、序盤の評価は人気はそこまで高くない印象でしたが、中盤から人気や評価上がっていて、かなり中盤段階の評価は高いんじゃないでしょうか。海外人気も現時点でかなり高くなっている印象でした。引きこもり吸血鬼のモモは第4話の展開から一気に人気上がって、最新話あたりから新しいキャラクターの桜メモアルが出てきて、また面白い展開が出て、これがめちゃくちゃいいんですよね。個人的にはこの桜メモアルがめちゃくちゃ好きなキャラクターで、個人的にもかなり刺さっています。この作品は原作も読んでるくらいめちゃくちゃ好きな作品ですが、やっぱり特にキャラクターの魅力が強い作品で、コマリとビルヘイズの掛け合いや関係性は序盤から魅力的ですし、中盤から出てきた桜メモアルもアニメでねかなり魅力的で、原作ファンとしては大満足となっています。これは今後の評価も期待できるんじゃないかなと個人的には思っています。6作目ダークゲザリング、この作品も中盤時点でねかなりギアが上がった、そんな作品だと思います。ダークゲザリングは連続2クール放送で、現時点で20話あたりまで放送されていますが、1クール目よりね2クール目に入ってからめちゃくちゃ面白くなってますね。正直ここまで面白くなるとは思ってなかったくらいめちゃくちゃ面白くなってるんで、いやかなり驚いていますね。いや毎週この作品はね見るのが楽しいです。まあ、特に卒業生の存在かなり強い例である、この卒業生が本格的に登場してから相当面白くなっていて、特に面白かったのは QF トンネルのストーリーですね。個人的にここからこの作品の本当面白さが明確に出てきて、一気に評価と人気はぶち上がった、そんな印象でした。ダークエザリングはストーリーの怖さがかなりすごくて、この作品が苦手な方は見たくないと思うくらい、この作品の世界観に一気に引き込まれる、そんな作品なんですよね。ナレーションに音楽表現、映像演出、キャラクターのアフレコ、それら全てを押すから、この作品の怖さという表現やストーリーの面白さに魅了されるんで、まだ見てない方や、この作品をね、途中で切ってしまった方には、ぜひとも見てもらいたい、そんな作品です。7作品目、君のことは大大大大大好きな100人の彼女。百カノもね、正直紹介するまでもないかなとは思うんですけれども、やっぱり中盤段階からね、相当面白くなっていて、この作品をね、まだ見てない人には見てもらいたい、そんな作品かなと、個人的には思ってます。百カノは明日休むごとに魅力的なヒロインがどんどんね増えていく作品なんで、ストーリーを進むごとにどんどんコンスケの面白さが増していくんですよね。正直百カノは序盤時点でもかなり人気は高かったんですが、明日休むごとに一気に人気評価がぶち上がっていますね。流れとしては主人公とヒロインが出会って関係性を築き上げて付き合う展開、そしてヒロインが一人ずつ増えるというタイトル通りの超ハーレム展開。現時点でヒロインは5人揃いましたが、どのヒロインもね属性が違ってそれぞれが様々なシチュエーションでとても魅力的に可愛らしく描いていて最高でした。個人的には AI なのが最高に好きで、主人公と出会ってデートをしてキスをするというこの展開が1話だけで描いていて、これはね今までのヒロインが数話かけてやってきたことを1話だけでやるっていう AI なおらしい効率的なムーブのもあって、このヒロインの魅力がこの1話に凝縮されていてめちゃくちゃ良かったです。あと直近の話数だと水着回も期待以上で最高でした。あとアニメトレーニングのカップルランキングではまさかの全カップルランク入りを果たしていて、作品だけじゃなくランキングの方もね顔すっぷりを発揮していて素晴らしいですね。この作品はギャグエロラブコメ、こういったジャンルの作品が好きな方にはかなり刺さる作品なんで、まだ見たい人にはおすすめです。以上が中盤時点で人気と評価がぶち上がってる2023秋アニメの汗になりました。やっぱり今期秋アニメはかなり豊作で、これからね秋アニメの終盤に入ってきますが、今後の評価や人気は一体どうなっていくのか楽しみなところですね。皆さんの好きな作品や感想などもあればぜひコメントで教えてください。この動画を見ればチャンネル登録高評価お願いします。それでは次回もご視聴バイバイ。